今回のね、町田の場合は、523で入ったんですよ。で、523で入ったんですけど、やっぱりおせふんがボランチを切るのか、スリバックの真ん中を押さえるのかっていうので、後ろの連動のところ、そこがね、あの、ついてきてないときにどうしてもね、広島も523なんだけど、広島のボランチの縦関係に対して、町田も縦関係になるみたいな。 そこをね、あの、もう最初からこう、この状態にできないんだよね。なんでここにね、あの、起点ができたりするんですよね。はい。あ、すいません、ちょっと今日は予告編先にある YouTuber のバージョンにしました。はい。みたいな、今ハイライトのところですね。はい。あとは、今日の町田対広島なんですが、町田のアフター気味のタックルでのファール多かったですかあれ町田の戦術なんでしょうかそれとも選手個人個人の判断なんでしょうか個人個人、まあ、それを、 あの、まず一つは、そんな多くねえっていう、普通にあのぐらいあるっていう。うん。なんで町田だけそんな言われるんだって思いますけどね。だって普通に佐々木が押してオセフン押し返したらなんか、オセフンがやりましたみたいなさ。ドルシェビッチと相手争ったらドルシェビッチがみたいなさ。ヒールすぎだろみたいなある,あるんですけど、芝戸が失いかけて、あの、ね、ボール行ったやつ足も買ってるからみたいなさ。いや、なんならもう普通にね、 データ的にも町田別にそれ多くないって出てるしな僕は町田中心見るんでわかんないですけどどんだけ普段緩いんだと思いますねその町田に文句言う人たちのそのファウルの基準同じことしても怒られる人いましたよね僕もね一緒に騒いでんのにレオうるさいって言われたタイプですから町田試合後に審判に詰められたコーチがそれって日本だと全然ないの良くないそういうのなんかねそれが悪いこといや悪いことなんだけどあるじゃんそんな <laughs> だし、納得いかない判定で審判に、おかしいでしょって。で、それで審判は、イエローになったり、出したり、レッド出したりとか、その後報告行って処分されたりとかするわけじゃん。俺、一番は、行儀良くすることが大事って言って、これ自分のチームの選手だったり、自分のあれですよ。俺を信じてくれる人とか、一緒にビジネスする人に言ってますね。この件に関しては、一般的には行儀良いことが正しいってことは分かってます。ただ、僕と一緒に、僕の哲学のもとで戦いたい人に伝えるのは、戦わなきゃいけないというか、戦わなきゃいけない。 その納得できないことに納得できないっていうより言って、それでお前おかしいだろっていうリスクあるよ。言われてるわけじゃん、町さん。でもそれでも行かなきゃいけない時ってあるんだよ。でもこれが、いやいや、レオさんそこは行儀良くしましょうっていう人たちがいるのも分かってるけど、僕は、ああ、審判に詰めるのは良くないねみたいな、そういうなんていうんですかね、このお行儀いい話はしたくないですね。これ中野シュートってあれでウィングバックからスリーバックの真ん中になった選手ですよね。すごくない俺、試合の中で、 ウイングバックから3バックの真ん中になって、あんだけミスしないでちゃんとやれる選手いないと思うよ。なんかね、あれなんですよ、あの、あなんか、どんなん言っていいのかな、シュワモのある選手の知り合い、先輩子が、まあ、ちょっとふわふわして申し訳ないんだけど、広島の中野って選手知って,知ってます、レアさんとって言われて、あ、この間見たよみたいな、いや、あの選手めちゃくちゃサッカー好きだったんですよねみたいな、サッカー好きだった、このあの覚えててみたいな。 総合力すごい高い選手って今ひ、広島でやるぐらいになったんだって思ったんですよねつって、あそうなんだみたいな。やっぱ好きの、好きが大事だよなみたいな。好きだと、努力努力と思わないから頑張れるもんねみたいな話してて。で、今日見たら、ウィングバックからセンターバックになって、あそっちが本職だったんだ、むしろ。大学ナンバーワンセンターバック、あそんなになんだ。それはすごいわ。今回、鈴木純也を抜いて、ファイブバックでした、まあ前回も途中からそうなったか。三ミン右サイドバックにしてみた。 今回さ、その、広島に対してミラーゲームしたいから、5バックだったかもしれないけど、最初に言った、この、青が町田で、赤広島だとして、同じさ、こう、一応、フォーメーション上一緒の523なんだけど、これさ、3バックに3トップはめいきたいんだけど、このダブルボランチが縦関係になった時に、この、町田側も縦関係になってはめたいっていう思想が多分ないのよ、ね。 このまんまで、これによってここのスペースは埋めれるんだけど、広島上手いからここ間使えるし、ここをなさん方が気にするからキーパー含めてで回されるみたいな。広島が結構主導権握れた理由っていうのはこれだと思うんですよ。逆に町田がボール持った時は広島のスリートップがコース切りながらキーパーまで行ったりするんですよ。で広島の方がマイプレー整理されてたんだよ。それはまあ技術的な自信かもしれないけど、広島の方が近場開けないっていう連動したプレースができてたから。 前あの元から俺、神戸とさ、やっぱ広島が強いみたいな。で、何かっていうと、あの、やっぱりね、足元だけじゃないんだよ、この2チーム。やっぱ裏狙えたり飛ばせるから、そこが強くて、このボールをちょこちょこつ、ちゃかちゃか繋いでるだけで、実際は前に前進しないようなポゼッションをするチームに対してガンガンはめるんだけど、マジだ広島の場合はちゃんと3バックにウィングバックがちゃんとサイドの。 この逃げ場、迂回経路作って、ボランチも降りてきながら、シャドウが降りてきたり、それに対して空いたスペースには裏に走ったりするから。で、この、町田がね、3バック、5バック使い慣れてないのか、ちょっと4バック慣れしすぎたのか、広島が、あと上手いのもあるんだけど、降りてくる選手に、これがね、結構ついていききれないみたいなのがあって、前から降りてくる選手が、フリーになって起点になったりできるんだよね。なんで、広島の方が、この、やっぱ5バックの練度高くて、 あの町田の方が自分たちが起こしたい現象っていうか、ハ5バックのメリットよりも自分たちが慣れてないことによって、前飛ばした後の回収も、4、4人になってからは、おセフンに対してこういけるんだけど、5、2、3のままだと、ここの3人でやってるから、やっぱ1人回収の人数少ないし、で、奥にボール運ばれた時も、ダブルボランチ、どっちも戻りきってなかったりとか、前の選手戻ってないから、4、4人だとこのブロックをすぐ作るじゃん。これが 523だとなんか人数いる安心からなのか守備ブロック作るの遅くなったりしてそれによってディフェンスラインも後手の対応になって最初の得点になるみたいな。だかなんか523にした理由は多分広島が人数かけてウイングバックとか使って攻撃してきた時に4バックだとまあ数的不利がこの振られた時にできたりとかうん中央。 固くしたたかったとマイプレー行った時に3、4、3同士でハマりをしたかったとか、こればっかりはちょっと黒田さんに聞かないと分かんない、だ誰かが聞いてほしいですけどね、複数の理由でファイブバックにしたと思うんですよ。ただ起きてた効果としては、前にボール飛ばしたときに落としを収めきれないっていうのと、後ろに行ったときに、ちょっと精神的安心から選手たちが戻りきらないってありましたね。あ、で何よりその、まあ町田の えー、大西さんのこの守備ブロックの作り方がやっぱり縦ボランチ縦関係のここを抑えられなくてここを抑えたらここを抑えられなくてで広島ペースになってでこれもフォーバックになった時にこうなって初手ではいっぱい開くんだけどそっからあの同サイドの方にプレスかけにいけるからはめられるみたいなのがあってでこれはあのビハインドになった状況2ゼ0になった状況でこれやんなきゃってなったから目線揃ったのかもしれないけど。 ね、3バックに3トップじゃないとはめれないわけじゃないから、その辺もやり方だったなと思って。でも絶対、それでも4バックより5バックにした方がいいって判断した理由が、現象として起きなかったけど、そうしたくてした理由はあるから、その辺はちょっと黒田さんに聞かれた方がいい。あとは2点リードしてて、広島がもうこれ1回現象で出たけど、その後はもうずっと蹴ってたから、やっぱりここで繋がないから、町田のプレスはめて、ショートカウンターではできなくなってましたね。<laughs> で ここまではさ、町田の選んだ戦術と広島との噛み合わせの悪さと、広島のこのビルドアップのところでのうまさの、うまさというか、配置のずれの話じゃん。すごかったのはやっぱりね、このボランチと両インサイドバック特にね、佐々木と塩谷すげえ良かったですね。何かというと、やっぱ裏にさ、町田どんどん狙ってくるし、ボールも狙ってくるし、人も走ってくるじゃん。そこに対しての裏気が超うまい。 ちゃんと、裏疲れないように、キックモーション入って、裏藤尾とか走ってます、おセフン走ってますの時に、ちゃんとバ、あの、クロステップで、裏ケアして、弾き返して、それもちゃんと味方に行くのよ。で、それ味方拾えるように、町田の選手が押し上げるよりも、広島の選手の戻りの回収の方が早かったから、そこも町田に対して、蹴ってくるチームだから、後ろ下がる弾き返しに対して、ちゃんとボランチが拾うっていう、それやれてたのも大きいと思いますね。 あと、やっぱ雨の影響もあってか、クリアーボールだったり、裏狙うボールの精度がいつもより低かったり、距離出てないのよ。だから鈴木純也入った時に、鈴木純也はそういう裏狙うボールとかうまいから、そこのね、キック精度が、まあ、プラスされて良くなったんだろうな、みたいな。で、あとあれですね、やっぱり、この、町田のサッカーってこれ重要で、で、もう、やっぱりね、この、目線揃えて裏だとかさ、リスクを抑えながらリターン取るサッカーするじゃん。でもそれって、相手もこういううに読んでくる瞬間とかでしょ。例えば、 じゃあ、ボランチがボール持ちました。えー、相手が裏をケアしてません。約束通り裏抜けますの時にここでボール出すの大事じゃん。でもこれさ、全員が裏ケアしてますっていう風になった時は、明らかに裏ケアしてたら、蹴ったところで回収されるじゃん。この時に、じゃあ、ここは縦パスだっつって縦パス入れて、そっから得点みたいな。そっちもあるじゃん。この基本コンセプトはこれなんだけど、ここはこうでしょって時にやれる人。それが銭湯なんだよ。 だその選手が調子悪いっていうのが苦しいんだよね。アレンジできるか大事なんだけど、ただ、アレンジだけのチームなんじゃん。だそれがノリショナルだったり横チャガみたいな,な。なんとなくその時に思ったアドリブだけで繋ぐみたいな。だからそういうチームは弱いのやっぱりで。強いチームって目線揃ってるけど、目線揃ってても相手も目線揃ってて、まあ今回の広島対町田みたいにちゃんとこの力同士の対決になるところが多い場合はそこを上回んなきゃいけないから。そう広島やっぱり強かったんですねっていう。 5より4の方が絶対ごととか、そういう話じゃないですよ。こうだとこうなってって話してだけで、ただ僕はやっぱり前回の突然もそうだし、今回も思うのは、この藤尾がコース切りながらプレースいけないとき、2トップがコース切れないとか、今回は3トップみたいな感じだけど、この時に間開くでしょ。高校使われたら高校とか。この時のこの後ろにちゃんとボランチ出てって、そこウイングが絞るとか、そのね、このフロントエリア。 この、ここの守備してないときやっぱやられたりペース握られんのよ。で、ここを使えるチームだと強い、使えるチームだと町田やられるんですよね。で、ここを、じゃあ全部埋め行きますと。こういう形で。そうすると告白じゃん。ってなったときに飛ばされたときにリスクみたいな。だからここはもう内は戻るしかないっていう。ここ行きながら相手のキックモーションに合わせてもう予測してこっち行くみたいな。で、それって大変じゃん。でも大変でもやんなきゃいけない。なんでかっていうと、相手上手いと、それやんないで最初っから、 こっちの方がゴールに近いから、ここ開けてもここ埋めようってなってると、J リーグの今回の広島とか、前回のトスみたいにうまい地、こういうとこ使ってくるから、それを町田は、ここに対しての考え方を黒田さんがどうしてんのもうある程度開けちゃって、ここでやられる分にはしょうがない。ここやられるよりっていう。ここだけはもう弱点としてさらして、そのまんまにしてる。もしくは、ここに入れるっていうのはミスを起きやすいから、入った後に行けってしてんのか。 この選手たちに対しての考え方の植え付け方、これめっちゃ知りたいね。でもシーズン終わった後に、また町田とかに取材させてもらって聞くかもしんないけど、ちょっと、こう、ガチな話題すぎて切るしかなかったりとか、個人的に教えてくれるあるかもしれないけど、みんなには伝えらんないとかあるかもしれないです。あの、普通のね、その辺のしょうもない感とかだったら、ここ開けてるとき何してんだってわかんないけど、黒田さんだっ絶対なんかあるはずなんだよ。ここ、あんだけ開けちゃってずっと使われるけど、結果勝ってたわけじゃん。 今回も直接的な視点はここではないからね。ただやっぱりここちゃんと広島の方が抑えられてるんだよ。それをね、どう考えてるのかっていうのがすごい知りたいんだよね。誰か聞いて俺に教えてくんないかな <laughs> ガチな内容すぎて直接聞いて嫌われたくないからっていう <laughs>。